ンネル。DMM 人事部熊谷です。田本です。はい。そして今回もゲストは A さんです。よろしくお願いいたします。今回あの名古屋大学卒の医師として話していただきます A と申します。よろしくお願いします。今回ですね、はい、現在の、ま、医療現場の実情だったり今後の推移というところを聞いていきたいんですけれども、コロナ禍の中で現在の医療現場はどのような状況になっているのでしょうか。今5月29日にこれ撮影しています。5月とかの最初の方は感染者が200人とかで統計出たと思うんですけど、今現在で10人に減ってきたところを20人今日増えたんですけども、実際の医療現場としては200人が20になったとかじゃなくて、その病院に何人いるかっていうのをずっと見てるんですよね。都内の病院であればうちのデータしか知らないんですけども、だいたい20人ぐらい入院してるって感じです。あとはもう一つ言うならば、内視鏡とか止めてた検査とかも回復させつつあるっていう状況です。コロナ関係以外の検査の方に人員が元に戻せるようになってきたっていうことですか。そうですね、どういう方針かは分からないですけども、やっぱりあの緊急事態宣言解除されたからもあるかもしれないですけども、まあ、徐々に従来の検査も戻していくっていう状態です。医療崩壊ということもニュースで多く取り上げられていたんですが、実際はどうでしたか。医療崩壊っていうことでどういうことがあるかというと3つぐらいあると思うんですけども、コロナが大量に増えて、そのコロナが多すぎて対応できないとかっていうことがあると思います。しつつで、それに関してはコントロールはされていると思ってます。コントロールされてるっていうのはどういう意味ですか。コロナの患者さんが来たとして病院ごとに対応するんではなくて、東京都があの指令を出しながらどの病院に送るかっていうのを中央で統制してやってる状況が今あると思います。そういう中で、まあ、医療崩壊っていうのはまだ起きてないんじゃないかなと思います。2個目なんですけど、コロナが来すぎて普段のやってる仕事が後回しになってるってことも今はないので、まあ、それも医療崩壊ではないというのと、最後に医療崩壊の側面として、例えば病院が経営的に崩壊するっていうこともあり得ると思うんですけども、今はそういう状態でもないです。経済が、まあ、今回急速に減退したことによって、コロナと直接的に関係のない多くの医者が、まあ、暇になってしまったみたいな情報も聞いたことがあるんですけども、それは本当ですか。不要不急の検査とかがカットされていく中で、まあ、20% ぐらいは業務が減ったっていうのはあるかもしれないんですけど、その分なんていうか、例えばコロナに看護師さんとかを配置転換して送り出したりしたこともあって、他の部署も人員が不足してるっていうことも起きうるんですね。なんで、まあ、暇になってしまったっていうのはちょっと言い過ぎとは思いますけど、まあ、業務が 20% 減ったっていう事実はありますね。ただそれによって A さんがご存知の病院のなんか経営状況みたいなところは特別悪化していないと。収入で言えば 20% ぐらいその減って、まあ、粗利で言えば 10% ぐらいは減ったんじゃないかって言われてます、ね、新卒社会人の勤務内容だったりというところなんですが、コロナ禍において新卒社会人の方はどのような役割をこの医療業界では担ってらっしゃったんですか。今回は4月5月ってことで、やっぱり新卒の方が入ってきても言ってしまえば戦力にほぼならないとは思うんですよね。まあ、そういった中で病院のルールを守るとか、そういったことをもう本当にやっていただくしかないという状況で、6月7月からはちょっと体制が整ってきたので仕事もしっかりやってもらうっていう状態です。実際にあの毎年の受け入れと比べて大きくこう異なっていたところとかってありますか。4、5月で病院ごとに科ごとに不足してる人とか不足しない人っていうのがあるんで、そこを調整して毎年入れていくようにはなってるんですよね。なんで取る人数は変わらないんですけど、コロナ禍で変わったということはないです。ただ例年の傾向として東京都に医者が集中してるっていう状況があるので、地方枠とかを増やしたい、あの東京都の枠採用枠を減らしていくっていうのがあったかもしれません。休業だったりといったような、まあ、そういった措置を取られた医療機関って多かったんでしょうか。私が聞く限り、なんか個人で開業してる分には休業してる方もいたかと思います。大病院は普通に稼働してたと思います。個人クリニックですとか個人医は休業されてる方も一部いらっしゃったものの、中堅いわゆる大病院は全くそういったことはなくということです。救急医療とか産婦人科とか小児科っていう、なんていうか社会にとって必要最適のインフラ企業は稼働してたと思います。日経新聞に載ったりも含めてオンライン医療っていうところが今後加速していくと思うんですが、A さん今回教えていただいてもいいですか。これから 5G とかも出てくるんで、
まあ、通信が早くなったりすることもあって加速するとは思うんですけども、医者である以上患者さんを直接見たいっていう気持ちもあるので、様子見ながら徐々に進んでいくかなと思いますけど、完全にオンラインになるってことは難しいんじゃないかなと思ってます。変わりゆく医療業界に対してこれだけは押さえておくとか、こういったことを準備しておいた方がいいよっていうのは、就活生などに向けて盲点になっているようなところがあれば教えてください。医療業界に入ったからといって医療しかやってないと思わない方がいいと思います。例えば IT やってたり広告やってたりとか、その病院にしろ製薬会社とかにしろあると思うんで、柔軟に対応できるようにしとけばいいと思います。若いうちは。今回のコロナ禍において既存のお医者さんですとか、その他医療職の方とか不要になっていきそうだとか、必要じゃなくなりそうなポジションだったり、そういった職種ってありますか？もともとなんていうか忙しい業界である医師に関して言えば、機械が入っていくことによって仕事が減っていく方向にはいくと思うんですけども、不要になるとは思わないですね。もしなんかその人が今までやってきた従来のやり方が必要なくなったんであれば、新しく配置転換してないして模索していく必要があると思います。ではまた最後に何かまとめやアドバイスあれば一言お願いいたします。コロナ禍でちょっと就活者厳しいと思うんですけども、オンラインとか利用すれば地方の方でも交通費なしで東京の面接とかも行けると思うんで、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、じゃあこんな感じで本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。